始まりました。マリアズカフェ。41回目ですね。もうすぐ50回が、すぐそこまで見えてきました。で、今日は、今月、開催される、高知県で開催される、アンナーメというパーティーについて、紹介したいと思います。では、早速なんですが、今日のゲストに登場してもらおうと思います。どうぞ。どうも、アンナメのソウと言います。よろしくお願いします。はい、こんにちは、そうくん、こんにちは。はじめまして。はじめましてっていうか、実は昨日ちょっとだけ打ち合わせをしたんで、そうそのですね。時に、話をしたんだけど、本当その時が初めてなんですけれども、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそ。で、そうくん、ちょっとなんで今回、高知県のアンナメっていう、パーティーを紹介しようと思ったのかっていうのを、ちょっとみんなに聞いてもらいたいんで、ちょっと僕の方から話をします。実は僕は2011年かな、3月11日、311で、原発がドカンといった後に、ちょっとその時子供もすごいちっちゃかったので、どっかこれはやばいなと思って、東京を離れようと思った時に、別に当ても何もなかったんですけど、たまたま高知県にちょっと移住をして、で、高知県と四国がこうあって、左下の方に、足摺岬があって、そこの麓ぐらいに、三原村っていう小さな村があって、そこは、人口が1500、600人ぐらいの小さな村で、山の、中腹にあるところなんで、そこで米を作ったり、山に入って、チェーンソーで山を切り倒したりとか、そういうことをしながら生活をしていて、4、5年ぐらいそこで暮らしてたんだけど、すごく気に入って、とにかく、空気がきれいって、当たり前なんだけど、それと、やっぱり山の高い方なんで結構、星がすごいきれいで、特に夏になるともう天の川がバーッと、すごいきれいに見えたりとか、あとは、田んぼ、周り田んぼだらけだから、ずっとカエルが、24時間ずっと鳴いてて、で、その鳴き声とかが本当にバイブレーションっていうか、耳じゃなくて肌にね、波として伝わってくるような、そんな感じがして、すごい、心地いいなと思って暮らしてたんですよね。で、いろんな事情があって僕はこうやって東京にまた戻ってきてしまったんだけれども、まだ三原村で僕らの友達が、そうやって同じような生活をして、くれていて、で、僕もその4年間ってすごく気持ちよかったし、また三原村でもまた生活したいなって常に思ってるんだけど、そういった、その時感じたこの気持ちよさとか、あと、恩返しじゃないんだけど、みんなにも、そういった気持ちいいところに、少しでも、興味持ってもらえたらなという思ったので、高知県。で、なので、アンナメのことも、実は、結構多分3年ぐらい前、アンナメが多分始まった年だと思うんだけど、その頃から、こんなパーティー、高知でやり始めたんだっていうのを注目していて、で、今回、騒ぎの DJ とともに間に入ってもらって、こうして、ソックに、紹介してもらえるようになったので、今日は、たっぷりとアンナメについて紹介してもらいたいと思います。で、早速なんですけども、実はあれなんですよね、そうくんって、僕ずっと高知県の人だと思ってたら、高知県の人じゃないんですよね。そうですね、僕もそのたまたま高知に仕事で3年間住んでたっていうところでつながりができて、今回こういうパーティーを始めたって感じですね。で、その辺の、アンダメを始めるまでの、ちょっといきさつみたいなものを、ちょっと、説明してもらってもいいですか？一度一回仕事を辞めて、で、2年間その、バックパックで海外旅行して、
で、まあ、お金がなくなっちゃったんで仕事しなきゃっていうので、元日本に帰ってきたんですけど、帰ってきてからの仕事先がたまたま高知で、で、その高日本知、に帰ってきたのは何年ぐらい？2019だと思うんですよ。2019 年。はい、2 19年年間、ですね。バッキングをして帰ってきたところですよはい。ね。はい。で、高知に帰ってきて、で、もともとそのクラブで遊んだりとか、野外のフェスに行ったりするのすごく好きだったんですけど、まあ、高知から東京に遊びに行くとかっていうと、やっぱちょっと遠いし、お金もかかっちゃったりとかで、たまたまその高知で、何のこう知り合いもいないところで行ったんですけど、その居酒屋で仲良くなった友達が、自分のところで、その3階っていう、イベントスペースを作るっていう話になって、で、もう一人の友達が来て、じゃあそこでなんかこうテクノのイベントをやろうっていう話が始まって、それが高知の3階っていうところで、テクノ日っていうテクノのパーティーを始めたのが一番最初です。で、その時は僕はただのいつも遊びに行ってるお客さんだったので、DJ はできるわけでもないですし、パーティーのオーガナイズもしたことがなかったんで、バー営業してる時に、そのテクノ好きなそれぞれ3人のオーガナイザーで、好きなこう DJ のミックスをかけるっていう だけの、とこから始まったんですけど、まあ、2回目から DJ を呼んで、でさっき話にも出てきた騒ぎの務だったりとか、まあ、友達の DJ とかに来てもらって、まあ、2ヶ月に1回そこでパーティーするようになったんですけど、まあ、1周年の時にまた五十嵐さんに来てもらって、で、まあ、なかなかこうお客さんも増えないところで、まあ、ちょっとずつ増えてきたかなっていうところで、まあ、いろいろな諸々の諸事情でちょっとそこのお店が閉まってしまうっていう形になって、そのオーガナイザーの一人が居酒屋で働いてるので、土日にやっぱ野外フェスとか一緒に遊びに行けないっていうところもあったので、まあ、3人で、まあ、じゃあ自分たちで野外パーティーを始めて、まあ、その楽しく遊べたらいいねっていうところが、まあ、アンナーメンの始まりですね。で、今回4回目っていうこと今です回4ね。回目ですね。はい。で、そうだ、ちょっと、過去の映像みたいなのもあるんで、ちょっと、まあ、ここで皆さんに見てもらいましょう。まずこのアンダーメっていう、もう結構変わった名前なんですけど、このアンダーメっていうのはどういう、あれなんですかね、意味があったりとか、理由は。アンナメはそのドイツ語なんですけど、まあ、受容、受け入れるっていうか、受容っていう意味があって、で、平等だったり、ジェンダーだったりっていう問題がすごく今、あると思うんですけど、まあ、そこに関して、それぞれの人たちがこうありたいっていうことを主張するのもすごく大事だと思うんですけど、それをできるだけこう、まあ、受け入れられない部分ももちろんあると思うんですけど、受け入れられるように、お互いのことを、こう受容していくっていう世界が、まあ、できたらいいなっていう願いを込めて、アンナムっていう名前をつけました。で、アンナーメ、見てもらった通りね、すごい、綺麗な会場で、これ川がなんかすごい近くに流れてるということですよね。会場の近くに日本の清流の中でも、まあ、トップクラスの仁淀川っていうところがあって、仁淀ブルーっていう名前でご存知の方もいるかと思うんですけど、まあ、そこの上流の方に二子淵っていうその滝がすごく綺麗なところがあって、会場から車でまあ10分15分ぐらいかかるんですけど、会場に来る途中であったりとか、まあ、1泊2日のフェスなんですけど、もう途中でこう散歩がてら行っていただいたりとか、まあ、帰りにちょっと寄ってみたりとかっていうのも
していただけたらすごくいいのかなと思います。なんか僕は、そのニコブチの、こと書いてある、サイトみたいなのをちょっと見てみたら、仁淀ブルーのことももちろん書いてあったし、あと、大蛇伝説だっけな、なんか、とにかく結構神聖な場所だからみたいなそうこと書いてであって、すごい本当に綺麗な本当滝壺っていうか、すね。ですよね。はい。はい。そうですね。はい。まあ、あそこ泳げたらと思うんですけど、その神聖な場所なんで、泳いじゃいけないので、泳げたら最高なんですけどね。で、まあ、そこから、会場までは、まあ、車で、まあ、10分ぐらいということなんですけど、ちょっと会場についても、紹介してもらえますか。はい、高知のいの町っていう、まあ、ちょうど真ん中ぐらいですかね、で愛媛との県境ぐらいにあるんですけど、高知空港からだと、まあ、車で1時間半ぐらいですね、公共の交通機関でいうと、まあ、いの町っていうところまでしか電車がなくて、そこからバスがないので、まあ、乗り合いでタクシーで来ていただいたりとか、まだそこからちょっと1時間かかってしまうので、まあ、空港からの車がいいのかなとは思います。あと松山の方からも多分同じぐらいで来れるんじゃないかなと思うんですけど。で、そこで、その山の上で、すごくこう広々として、緑が気持ちいいところなんですけど、そのステ、あのフロアの中でもちょっと高低差があって、ステージの後ろの方はちょっと坂になってるんですけど、まあ、そこに登っていただくと、そのステージとそのみんなのテントが張ってあるところがあって、でその向こう側に別の山なんですけど、その山が見えたりとか、で天気がいいとそこのこう青空と緑の対比だったりとか、すごく綺麗ですね。で夜は晴れると、まあ、先ほどその三原村もそうだったんですけど、本当に綺麗な星空が見えたりとか、去年はまあ満月に近かったので、すごく綺麗なお月様が見えてて、夜もすごく過ごしやすいところだと思います。だいぶこれ、広さも広いんじゃないですか。そうですね、まあ、結構広さはあるんじゃないかなと思います。テント張る場所の心配みたいなのは全く必要ない感じですよね。そうですね、そこに今のところテントの心配は全く必要ないと思います。でもし万が一そのあたり、そこが、まあ、すごくお客さんが来てくれたときに、まあ、パンパンになったとしても、またちょっと外れたところにテント張れる場所もあるので、そこは十分大丈夫だと思います。なんかあれですもんね、だって、誰だっけ、南春だっけ、南誰だっでけ。すね。だから昔、南春夫が、まあ、それはキャンピーンじゃないですけど、5000人ぐらいの、イベントをやったことがあるみたいなので、キャパとしてはかなりあると思います。そうすると駐車場も結構広いっていうか。そうですね、会場からちょっと離れるんですけど、しっかりとラインが引いてある駐車場とか100台分ぐらいはあるので、まあ、そこに1回止めていただける、しっかり止められるようになっています。で、荷物とかのは、一旦そのエントランスで降ろしていただいて、車だけ駐車場に行っていただければ、荷物の、上げ下ろしも、まあ、そんなに苦じゃないかなと思います。駐車場からまあフロアまでは、ある。歩くとまあ5分ぐらいかかるんですけど、手ぶらできれば5分だったらそんなに大変じゃないかなと思います。他にあれですよね、なんか、オートキャンプがあったりとかっていうのも。あ、そうですね。そのさっき言ってた少し離れたところでテント張れる場所があるんですけど、まあ、そこをオートキャンプにしてるので、車で来られた方もそこで、ちょっとまあ、夜4時ぐらいまでは音を出すので、まあ、お子様連れの方だったりとか、ちょっと夜は寝たいなという方はそちらの方で、オートキャンプでテント張っていただくのもいいかなと思います。夜は4時まで音が、そうですね、4時4まで。時で1回止まるっていうことですはか？い、1回止めます。で、朝は今度何時から始まる朝か。8時から。じゃあ夜中の4時から朝8時まそうでですはね。一旦音が止まって、まあ、お休みなはい。時間になると。はい。わかりました。あとはあれですか、バンガローみたいなものが。バンガローは会場から車で5分ぐらい下がったところになるんですけど、まあ、そこにバンガローもまだ何とかあるので、そちらのホームもしご利用の方は使っていただければというのと、あとは遠方から来られる方で、まあ、やっぱちょっと、まあ、なかなかこう、高知っていうと飛行機だったりとか、まあ、四国の中でも結構陸の孤島みたいなところがあって、近隣からでもこう来るのは大変だったりするんですけど、レンタルテントとかもできるようになってるので、そちらの方も手ぶらで来ていただいても、会場でテントの受け渡しができますから、そこは気楽に来ていただけるのかなと思います。トイレとかってどんな感じなんですか？
公共の公園みたいなところなので、しっかりとした公共のトイレがあるので、そこも清潔にきれいに使っていただけると思まあ、5000人ぐらいは入ったりとかしたこともある会場ということはい。なんですけど、このアンダーメの規模でいうと、大体どのぐらいの規模を想像しそうでてすやね。られてたんまですかね。あ、去年が150人ぐらいのお客さん来ていただいて、まあ、200人、今年は200人ぐらい来ていただけたら嬉しいなと思ってるんですけど、いいですね。はい。そうすると去年150人で、大体こう、関東から東京近辺から行ってる人って、その人はどのぐらいになるんですかね。15から20ぐらいですかね、ちょっとまあ自分たちの、まあ、スタッフも含めてっていう形になりますけど、大体あれですか、やっぱり空港からレンタカー借りる人が多い。そうですね、空港からレンタカー借りてきてくれる人がほとんどですね。まあ、そしたら途中途中であれですもんね。まあ、観光もしながらとかも行けますもんね、自由に。そうですね、はい。わかりました。そのアンナーメって、まあ、意味的にね、ドイツ語で需要とかっていう話もありましたけど、まあ、このアンナーメの、まあ、パーティーとしての特徴みたいなものって何かありますか？特徴というかな。そうですね。まあ、僕自身が、まあ、テクノが好きなんですけど、そのテクノにこだわらずに、その、まあ、できるだけいろんなジャンルの、音楽を入れたいなと思っていて、で、まあ、そこがまずその、まあ、需要だったりとか、まあ、その多様性につながるのかなという部分と、あとはもうすごくこう一番自分たちでその特徴としてあるのが、ガラクさんっていう高知の、障害者さんたちのアート集団の方がいらっしゃるんですけど、その人たちのライブペイントがあるっていうところだと思います。本当にすごくこう一人一人本当にかっこいいアーティストなんですけど、まあ、彼らがこう10人、去年は軽トラにみんなで10人ぐらいで絵を描いてくれたりするんですけど、その絵を描いてる合間に彼らがこうフロアに来て踊ってくれるんですけど、その踊りがやっぱりもうなんかこう純粋に本当にこう自分の好きな音だけを楽しむっていう、そこの純粋さがこう見られるところっていうのがすごく自分としてはこうアンナームの中で一番いいところかなと思います。なんかすごくその彼らも楽しみにしてくれてて、でなんかアンナーム終わると次アンナームいつってもすぐに聞いてく障れる。害者っていうのはどういうあれなんですか？知的障害っていうことですか？発達障害の方とか、まあ、ダウン症だったりとか、いろんな方がいるんですけど、見えますかね。こんな感じで踊ってくれたりとか、ちょっと見づらいですかね。なんかね、見光っちゃって、え画面が。ないですね。なんか、なんか、見えるような、見えないようなけど。まあでも、このガラクたちの、まあ、ライブペイントもそうだし、実際にこう、フロアで踊ってるところも、結構、アそうナでメすらね。しいシーンというか、はい。まあちょっとアナメのインスタとかから、ガラクさんも、いるので、はい、興味がある方はちょっと見ていただけたらなと思そいうですよね。他何かあれですかね。まあ、アンナーメならではみたいなものって何かあったりもするんですか？ます。はい。アンナメならでは。例えばなんですけど、まあ、アーティストで言うと、どんなアーティストがこうラインナップとかされてくる感じなんですか？まあ、今年は、メインで、諦めに出てもらって、で、あとは、まあ、高知のローカルの人たち、まあ、そのテクノ日っていうイベントをやってた時とかにこうやっぱお世話になったりとか、ですごくやっぱりその地方の DJ もすごくかっこいい人が多くてですね、でそのずっと僕も東京で遊んでたので、あんまり地方でこう遊のことはよく分からなかったんですけど、まあ、自分がこう地方に引っ越したことで、こんなにいろいろかっこいい人たちがいるのに、その知られてないっていうのがすごくもったいなかったりとかっていうのを思って、で、まあ、高知のローカルの DJ にもいつも出てもらってるんですけど、
まあ、それとそのつながりも、つまりローカルっていう意味では岡山だったりとか大分だったりとか、あとまあ愛媛からもその DJ を呼んで、まあ、やっていただくっていう感じですね。なんかそのアーティストを選ぶときに、なんかこう、どんな基準で選んでるとかって合ってるかするんですか？そうです。まあ、基本的にそのできるだけその自分がしっかりとその人がプレイしているところを見て、で、自分がこの人を、まあ、本当にもう僕の主観なんですけど、まあ、自分がいいなと思った人たちに声をかけて出演してもらうようにはしてますし、まあ、地方の人たちだったら、初めて聞いていいなと思って、実際ブッキングするってなった時に、まあ、時間が許せばその直接その人のパーティーとかに遊びに行って、本人にちょっと出てもらいたいんですっていうような出演交渉をしたりっていうのは心がけてますね。地方までそうで遊す。びに行く。はい。会いに行く。まあ、なんかその自分の楽しみっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、やっぱそこでLINE だったりとかメッセージとかでもいいとは思うんですけど、できればしっかりとこう面と向かってこうやってもらいたいっていう気持ちを伝えるのが、まあ、パーティーの構成としてもその一体感が出るというか、一緒にみんなで作り上げていくっていうのがこうできるのかなと思って、そこは気をつけるようにして、やるようにしてます。まあ、今回、橋渡ししてくれた、騒ぎの DJ のつとむなんかも、まあ、アンダーメのことを、まあ、自分がまあ、パーティーをやろうと思った時のその気持ちみたいなものに、原点回帰させてくれるみたいなことを言っていて、まあ、そういったところっていうのが、まあ、今の話みたいなところに、繋がっていくのかなっていうことなんですよね、きっとね。やっぱりなんかこう、まあ、正直その僕もその他の2人のオーガナイザーも、そのパーティーはオーガナイザーとしてはまあほぼ素人なので、なんか単純にこう自分たちが楽しめるようなものを作りたいっていう、楽しいものを作りたいっていうのは根本にあるのが、もうそれはそのつともにそういうふうに言葉として言ってもらえたのもすごくなんか嬉しかった、伝わったのかなっていう気がして、すごく嬉しかったですね。はい。ということで、そうくんが、まあ、自分で足を運んで、まあ、実際に会って、こう、アーティストに、アンダムに出てくださいって言って、お願いしてるっていうことなんですよね。はい、そうですね。はい、はい。で、まあ、そういった、まあ、わざわざ会いに行って頼んだアーティストということで、まあ、全部っていうわけにはいかないと思うんですけど、ちょっと何組か、はい、ピックアップして紹介してもらえればなと思うんですけど。岡山からその全くん、DJ 全っていうそのテクノの DJ にも来ていただくんですけど、まあ、これ彼、もあれですか、岡山まで会いに行ったわけですか。そうですね、もともと一回神戸でヤジさんがやってたパーティーで会って、その時に聞いてすごくかっこよくて、で、まあ、出てもらいたいなと思った時に岡山に会いに行って、で、善くんがやってるバベルっていうパーティーで、出てもらいたいっていうのをちょっと伝えて、で、そのつながりもあって、去年から善くんと、VJ の辻田さんっていう方がいるんですけど、その方ともこうご縁があって、去年からビジュアルも入るようになって、で、そこですごくこう自分たちのこう作りたいものが確立してきたかなっていうところはあります。VJ も入って、かなりアンダメが完成度も上がってきたっていう。はい。今年はさらにそれがあれそうですですね。ね。まあ、それうん。は、はい。っはい。ていう。他にも何かありますかね。さっき言った愛媛からネオ君っていうライブをやる子がいるんですけど、まあ、その子が、今いくつだったか、18、19ぐらいの、ええ、若い。若い子なんですけライど、ブって何？どんなことをやるの？打ち込みのライブ？ライブってテクノとかハウス系をやるんですけど、やっぱり若いその DJ だったりとか、ライブやる人に、大きい野外でこう、やって楽しくやってもらいたいっていうと、で、それでモチベーションも上げてさらに続けてもらいたいっていうところもあって、そういう若い人をブックしたりとかっていうのもしてます。まあ、いいですね。はい。うん。はい。で、まあ、アーティストは大体、あれですかね。まあ、ここでピックアップするのは、どのぐらいっていう感じですか。
そうですね。あとエンデュランスっていう、その彼もライブなんですけど、2年目から2日目の朝にアンビエントでノーライブをやってもらうんですけど、まあ、それが本当、まあ、4時まで音出して8時からで、ちょっとまあ4時間ぐらいしか休憩がないんですけど、でもそこをこう彼の気持ちのいいアンビエントを聞きながらこう目が覚めて、でそこからまた2日目遊ぶっていうところのすごい気持ちがいい目覚めになるので、それもすごくいいなと思います。で、そこが熟睡してたらやばいですね。熟睡してて そうです聞ね、けないもとう思ってないもんね。ないですね。うん。何気にちょっと意識してね、8時ぐらい。8時からですよね、ライブはね、それ。ですね、はい。うん。はい。アーティストの他に、まあ、出店みたいなものとかっていうのはどうですかね。まあ、10店舗ぐらいフードが出たりとか、あとはまあマッサージ、まあ、高知のローカルの、ご飯屋さんで美味しいところを来てもらえるので、まあ、カツオのたたきが食べれたりとあ、いいか、ね。まあ、あとはもう、そうですね、で、高知の居酒屋さんとかも来てもらうので、そこでちょっと居酒屋スタイルでお酒飲むことができたりとか。まあ、バーも、オフィシャルバーももちろんあるんですけど、メスカルとワインのバーもあるので、お酒好きな人は結構かなり楽しめるんじゃないかなと思います。でもこれ、あれだよね、これ150人か200人規模のパーティーで。店舗数10店舗って結構豪華なあれですよね。そうですね。うん。はい。で、だから、マッサージと物販があるから、それ以外は飲食っていう。7、8店舗は飲食が。はい、で、あと今年から地元の人たちにも何かこうつながりを持てたりとか還元できることがあったらいいなっていうので、地元のいの町の人たちにも1店舗出店していただいて、まあ、いの町の物産だったりとか、そういったものを販売してもらおうかなと思ってます。いの町って何か有名なものとかあるんですか？食べ物とかって。なんか僕、高知で好きなのは、もう文旦大好きなんだけど、文旦シーズンじゃないもんね。ブンタン、文旦はちょっと違うもん早いですね。まあ、ね。冬中、ブンタン美味しいですよね。うん。文旦ね、美味しいし、あのさ、大きくてさ、そう食べやすでいし、しっかりした、柑橘系の中、いやでも俺、文旦本当に柑橘系の中でも一番好きぐらい好きなんですよね。すね。はい。そうです。僕もブンそタン一番う。ね。好きですね。そう、グレープフルーツとかももちろん美味しいんだけど、グレープフルーツすごいジューシーだけど、ブンタンのしっかりした感じみたいなのがまた、そうだな、しっかりした、大きい、一粒一粒がすごいね、みたいな。あれ、ムッキーちゃんっていうので、ね、むくとね、ああ、まそうですた、ね、ムッキーちゃんです。ああ、あれね、実はむきや、あれさ、自分で使わないと、いや、別に使っても使わなくても一緒だろうと思うんだけど、使うとね、良さがわかるんですよ使うとね。もう、ああ、これもう、うん、ガテないといけそうない。そうそう。そうそう。途端になんか剥くのが楽になって、人の分まで剥いてあげちゃったりとかとか。そうそうそう。そう、でも文旦は今シーズンじゃないから。まあ、だから今のシーズン何が食べれるかっていうのはちょっとわかんないけど、まあ、それはまあ、会場行ってみてのお楽しみっていうことで。なんかチケットとかってどんな感じになってるんですかね。チケットは今、はい。フェーズ2に入ってて、8000円でフェーズ2になってます。で、まあ、それが売り切れ次第、フェーズ3に入って、まあ、次は1万円で、当日が1万2000円という感じになるんですけど、まあ、4枚組のチケットが2万8000円で売ってるので、あるんですよね。実はだから僕も本当今回アンナメ行こうかなと思って、で、高知のね、友達なんかもね、一番初めに喋ってみたいにいるし、飛行機のチケットとかも調べたりとかしてて、で、チケット、エントランスチケットいくらするのかなと思ったら、4人組チケットみたいなのあったから、ちょうどあいつと俺とみたいな、じゃちょうど4人で行けるかなみたいな。思ってたりとかもしたんだけど、4人組のチケットもあるから、あれですよね、本当4人集めていけば、まあ、レンタカーなんかもね、みんなで割れるし、ちょうどいい感じですよね。あとなんか面白かったのが結構、アンダーいくつっていうのは、まあ、いろんなパーティーでやってるんですけ25、ど、そう、オーバーっていうのもあるんですよね、アンダーオーバー60っていうのがあって、の。うん。まあ、僕らの大先輩の人たちも、まあ、気軽に遊びに来てもらいたいなっていうので、オーバー60、3000円でやってます。本当そうですよね。もう年齢層も幅広く、こういろんな人たちが来てくれるとね、パーティー楽しくなりますもんね。そうですね、まあ、そこもやっぱりこうアンナメっていう名前の通り、いろんな人に来てもらいたいなっていうところがあります。あとそうだ、
さっきの二個淵の話もそうなんですけど、割とせっかく高知まで行って、まあ、近場でいいところあるよみたいなのもちょろっと紹介してもらえると、なんか温泉もそうです2つぐね。らい近くにあったり。会場から、まあ、車で20分ぐらいのところに、ムササビ温泉っていうところがあって、で、そこ、サウナもあって、そんなに大きいところじゃないんですけど、そこもすごくいいですし、あとはその仁淀川を登ってくるところで、ちょっとなかなか難しい、車を止めるのは難しいんですけど、お店の名前がちょっと忘れちゃったんですけど、魚屋さんがあって、で、そこでカツオのたたきをわら焼きでやってくれるんですけど、そこのたたきはすっごく美味しかったりとか、あとは、パーティーは日曜日に終わるんですけど、テントだったりバンガローは月曜日の朝まで延泊が可能なので、そこで延泊していただいてもいいと思いますし、あとは会場に来るまでのその仁淀川のところで、Google マップとかで調べてもらうと、キャンプ場が結構あるんですけど、フリーの無料のキャンプ場、まあ、無料のキャンプ場、まあ、河原なんですけど、でも、やっぱり、その仁淀川のすごく綺麗な、仁淀ブルーの川の横、河原で、もうパーティーの後に、ちょっとそこでまたテント張って、時間の余裕がある方は、まあ、その綺麗な川で、気持ちよくゆっくりして帰るっていうのもすごくいいんじゃないかなと思いやー、最高だと思いますよね。で、なんかあれ、まあ、高知といえば、沈下橋もます。はい。あ、そうそうですね。ありますもんね。その途中にも沈下橋があるので、で、沈下橋ってその橋だとこう横にこう、欄干みたいなね。そうですね、があるんで手すすけりじゃないど、けど。川が氾濫とかした時にそういうのがあるとこう橋ごと持ってかれてしまうので、そういうのがない、本当にその道路だけの橋があって、まあ、それもすごく、なんかノスタルジックな感じですごくいいと思いまあ、沈下橋も結構映画に登場したりとかして、ます。あ、そうです結ね。構こう、竜とそばかすの姫っていうアニメが、2021年にあったんですけど、まあ、そこでも沈下橋が出てきたりとか。あ、そうだ、あと、そういえば、パーキングって、あれですよね。そうですね。止めるのにちょっとお金を、はい。がかかるんで。パーキングと、あと、テントで、そのどちらも1000円ずつかかるんですけど、まあ、車1台につき1000円と、まあ、テント1張りにつき1000円という形になります。で、それはちょっと在庫の方では、チケットがないので、エントランスで、現金で払ってもらうっていう形になります。なるほど。会場でそれは払えば、止められるし、ってことですね。駐車場ね。はい。それだけちょっと余計にお金を持ってきてください。そしたら、ぼちぼち僕らの方では、いい感じ聞けてたかなと思うんですけど、はい。もしよろしければ、じゃあ、そうくんから、まあ、最後、ちょっと、あれ、なんか、後ろにポスターみたいなの貼ったら、それアンナーメのポスターってことですあ、か？そうです。これアンナーメのポスターです。このアンダーメのロゴも去年までとまた変わってリニューアルされた感じの、そうですね。ちょっとね。気合いの表れというか、ああ、はい。はい、ちょっと、まあ、去年、さっきも言ったように、こう、ちょっと形になってきたかなと思うので、まあ、今年からさらに良くしていきたいという気持ち込めて、今年からデザインを変えてます。はい、わかりました。じゃあ、翔くんの方から最後にちょっとメッセージみたいなのもいただけますか。はい。今年で4年目、4回目になるアンナーメ、10月の26、27日に高知県のいの町、ほどのグリーンパークというところで、あ、グリーン、ほどのお祭り広場というところで、開催します。で、まあ、なかなかちょっと、その素人の3人組が始めて、なかなか形にでき、まあ、去年から形にできたかなと思って、自信を持ってこう遊びに来ていただき、したいと言えるようなフェスになったと思うので、高知の雄大な自然の中で、気持ちのいい音楽を聴きながら、みんなでこう楽しく遊べたらなと思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、そうか、ありがとうございました。本当ありね、がとうみございます。んな、高知ぜひ遊びに行ってもらいたいなと僕も思うんで、僕もちょっと行けたら行きたいなと、まだちょっと今、狙ってるところです。そうくん、本当今日どうも、忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。はい、これからも、あ、ごめんなさい、そうだ、もう一個聞きたい、寒さとかってどうなのかな？もう今日とか結構急に寒くなってきたりとかして、意外と高知って暑いような寒いような、感じじゃないですか。どのぐらいのイメージでいけばいいの？
ちょっと山の上になるんで、もう10月、11月、東京の10月、11月とか、街の10月、11月っていうよりは、ちょっとやっぱ結構寒さが出るので、しっかりと防寒は持ってきていただいた方がいいんじゃない結か。構もうちゃんともう冬の用意もしといた方が安心ってことですよね。夜は寒くなることがあって、まあ、ダウン持ってきてもらうぐらいの方がいいかなと思います。で、逆に晴れると昼間はもう T シャツでも汗かくぐらい暑くなるので、まあ、結構その辺はレイヤーは必要になるかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、遊びに行く人はね、ちょっと寒さ対策みたいなのもしっかりして遊びに行ってください。そうくん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日は、今月10月の26日から27日に高知県で開催されるアンナーメという、パーティーについて、紹介してもらいました。本当ね、何度も言うようだけど、高知県もいいところなので、ぜひ皆さんこの機会に遊びに行ってみてください。では、最後に、パーティー情報のコーナーを見てもらって終了です。